はい、あっちチャンネルのマサです。今回はこのジムニーのリア周りのカスタムをしてみたいと思います。まあ、自分のジムニーのリア周りのカスタムはテールランプにオフロードサービス谷口さんのテールランプガーニッシュを取り付けているのと、あとは純正のマットフラップをつけています。まあ、このオフロードサービス谷口さんのテールランプ側にして、取り付けるとリフレクターがカバーされちゃうので、そのままだと車検に通らないので、リフレクターをマットガード部分の下の部分にこんな感じで取り付けています。で、このジムニーはノーマルの車高にノーマルサイズのジオランダー MTG003 を履かせているんですけども、その状態でもこのリフレクターっていうのは地上から約280ミリの高さについているので、車検にも問題ない位置なんですよね。マットガードがついている人はこんな感じに取り付ければジムニー本来のデザインにも邪魔しないかなと思うので、すごくおすすめです。このオフロードサービス谷口さんのテールランプガーニッシュって、この丸いテールランプに変更するっていうような感じになって、フロントのランプ類と、リアと統一感を持たせた感じになるので、すごくいいですよね。で、このオフロードサービス谷口さんのテールランプガーニッシュの雰囲気をそのままハイマウントストップランプの方に持っていけたらなと思って、ちょっとこんなものを購入しました。それがこのハイマウントストップランプになります。で、このハイマウントストップランプなんですけども、この中の発光体がちょっと丸ではないんですけど、多角形のちょっと丸っぽい形のものが9連になっているんですよね。なので、今このジムニーの丸いテールランプとすごく合うかなと思ってこれを選びました。多分結構いい感じに仕上がるんじゃないかなと思います。じゃあちょっと取り付けてみます。で、このハイマウントストップランプの外し方なんですけども、ここにうっすら爪が2箇所見えると思うんですけど、その部分に内装剥がしを差し込めば簡単に力もいらずに外れます。じゃあちょっとやってみます。で、取り外す際に傷をつけないようにするために、マスキングテープは必ず貼った方がいいと思います。で、ここの2箇所の爪の部分に差し込んで、こんなに簡単に取り外せます。あとはこのカップラーを外して取り替えです。で、今回取り付けるハイマウントストップランプを挿して、これで取り付け完了です。見た目はなかなか良さそうですね。じゃあちょっと点灯させてみます。で、これが今点灯させてる状態なんですけど、ちょっと純正に比べると暗い感じですよね。見た目はいいんですけどね、なんか視認性はあまり良くなさそうですよね。
こうやって離れてみると、まあ、丸い LED が光ってるような感じにはあまり見えないので、ちょっとその辺も微妙な感じですね。この感じだったらまだ純正品の方がいいのかなって感じですね。ちょっとこれは良くなかったですね。ちょっとこんな感じに光の拡散もない感じですよね。斜めから見るとほとんど光っているのかわからないぐらいですよね。で、純正に戻そうと思ってこの LED ハイマウントストップランプを外そうと思ったんですけど、なかなか外れなくて、なんかこの爪がどっか変なところに引っかかったみたいで、こんな風に片側爪が折れちゃったんですよね。で、引っかかってなかなか取れなかったんで、思いっきりこう外してたらここがこんな風にカバーまで外れちゃって、もう使えないような状態になっちゃいました。まあこれに戻すことはないので、まあいいんですけどね。やっぱり純正品の方が確実に明るいですよね。